でですね、構成図がこんな感じになっております。まず一番上ちょっと届かないのでこれを、これがですね、本部から、クーポンの発行っていうのをいたします。でクーポンの管理の方は全部、本部の方で行っておりまして、このクーポンは、この期間までで、何回使えるとかっていうのをですね、バーコードの発行の部分はですね、全て、本部になっております。でですね、そこから、HTML を Apache から吐くんですけども、Apache プラス PHP でですね見た目だけといいますか、JavaScript あたりコントロールする描画周りをコントロールする部分に関しては、その JavaScript プラス PHP を使っております。でそこからですね、HTML5 なので、JQuery なので、そのままですね、Ajax を使ってですね JSON で、IIS のデルファイのシステムに JSON を取りに行っているという仕組みになっております。でその IIS デルファイがですね、いつも使うエデオクエリーなんですけども、エデオクエリーからですね SQL サーバーの方に問い合わせをして、完成したよとか、一覧はこれですとか、いついつまでですという管理がですね全て行えるようになっております。でそれとは別になるんですけども、店舗側で、印刷する仕組みっていうのがございます。本部側で入力したデータのバーコードデータであったりとかっていうのを連動してですね、こう下にありますような感じで、店舗側の、POS のシステムから、印刷の仕組みがございまして、印刷をすると。でそこからPOS でですねバーコードで読み込んで、でまたそれを、IIS の方に上げて、そこから、SQL サーバーで管理をして、入力のクーポンを、何回使えるとかっていうのを回数カウントして、またこれは1回使われたからもうダメよとかっていう仕組みにしております。なぜですねこの案件が同時に来たかっていうのがですね、去年あたりですかね、S 社さんがですね、このアイデアを営業に来られたんです。で、いつもそうなんですけども、鉄人は中で作ってしまう文化がどうしても根付いておりまして、でですね、今回も それをですね、見せていただいてアレンジしたっていう感じになってます。で、印刷システムに関してはですね、3月のですね、3月にも、3月商戦というのがございまして、でその時に、作った簡単なシステムなんですけども、それをアレンジして、今回の印刷システムを作りました。でですね、3月に変な社内にも、メーリングリストがございまして、でそのメーリングリストの方で、誰かマッハで作れる人いませんかっていうのが来てですね、でデルファイならウェブサーバーの設置まで2時間あればできますよねっていうことで、デルファイすごいなっていうのが僕の中だけなんですけどもあります。通常だったらすごい手間のかかることが、デルファイならさっくりすることが作ることができました。でその時に作ったですね、すっごい簡単な優待券のシステムなんですけども、ここにこの部分に社員番号を入れるだけだったんです。デザイン自体はすでにもうございまして、このデザインに対してここに社員番号を入れて、ウェブで返すと。でそれをまた画像をダウンロードしてきて、ツイッターに貼ったりとかですね、フェイスブックに貼ったりとかっていうのを、我々社員の方で行って、優待券お見せした時に、何パーセントオフになるとかっていうのを、作っておりました。で、その時はもうすごい簡単にサクッと作ってしまったんですけど、これぐらいの内容だったので、
でですね、それでですね、まあ、社員さんが気づくわけなんです。これができるならあれができるっていうのをすごい発想していただけるようにだんだんなってきます。でそこで生まれたのが、その優待券のシステムになっております。でウェブブローカー多分すごい皆さんお使いになられてますし、今回のセッションでもウェブブローカー被るんじゃないかなと思ってすごいヒヤヒヤしてたんですけども、まあ、IIS プラスウェブブローカーがですね、我々で使い、弊社の方で使い始めたのは2008年ぐらいです。でなぜウェブブローカーなのかっていうのがですね、やっぱりデルファイの初期の頃ですね、3ぐらい僕まあ、2006年に入社したんですけど、それより前にですね何回か転職をやっておりまして、でその頃からもうずっとデルファイを使い続けておりましてですね、まあ、3ぐらいの頃ではもういろんなシステムをもう作ってたん でその頃から あったなとかっていうのがあってですね、実際には使ってなかったんですけども、まあ、枯れた技術なんかなと思ってですね、なのかなと思って、それを使い始めました。でですね、フロントの、ウェブ画面は先ほど申し上げたように jQuery プラス PHP です。でですね、データとかですね、まあ、JavaScript なので、JSON 側でメソッドを持たせるっていうことができるようになっております。まあ、クラスみたいな扱いができるので、で、まあ、それをですね全部、Delphi 側に持たせてしまいます。なので、あくまでそのここのアパッチから出てくるその JavaScript っていうのはもう見せかけだけといいますか、その AJAX であったりとか、JS であったりとかっていうファイルをですね、ファイルというか自動生成した、Delphi のウェブブローカーのシステムにをですねロードするだけみたいなイメージです。でそうすることによってですね、ここでですね、ここでって言いますか、IIS プラスデルファイでですね、メソッ、先ほど申し上げたようにですね、JSON であったりとか、JSON の中のメソッドのコントロールができたりします。で、この期間だけ使えるようにするメソッドを、JS を作ってですね、こっち側に与えたりすることで、その期間だけ、内だけで使えるとかっていうことが、できるようになりました。でですね、なのでサーバーサイドで JavaScript を jQuery を採用することでですね、まあ、サーバーサイドでプログラムを組むっていうか、まあ、CGI で負担をかけてですね作る必要が全くなくて、 jQuery で組んだ方が全然手っ取り早くていいですよねっていうことでそれが採用になっております。でそこからなんですけども、まあ、ウェブブローカーの基本ということで、皆さん多分ウェブブローカーも全然昔からあるので、皆さんお使いになられていると思うので、ちょっとおさらい的にちょっとやりたいなと思います。でウェブブローカーはですね、ウェブモジュールで継承されたクラスの、イベントにプログラムを書きます。でデフォルトでは、まあ、イベントを作った後なんですけども、レスポンスコンテンツって、まあ、レスポンスとリクエストっていう2つの、クラスがですねイベントのたびに呼び出されるんですけども、その中のコンテンツっていうところにですね、こんな感じで HTML これサンプルプロジェクトをですね、生成するとまず入ってるんですけども、最近の Delphi は、こういうのが入っております。でこのままの状態でですね実行ってすると、昔のインターネットエクスプローラーであったりとかっていうのは、シフトジスが基本になってたのでこのままで、表示されるんですけども、最近UTF-8 なのでこのままでは文字化けをしてしまいます。でヘッダーにですね、シフトジスという指定をしてやれば全く動くんですけども、このままでは全然ダメなんです。でですね、
最近というか、まあ、シフト実数をあんまり使わなくなったので、UTF-8 をですね、そのまま出力誘う方法として、センドレスポンスという方法をに変えております。でそれがですね、このコードになっておりまして、見た感じで多分お分かりになると思うんですけども、ストリングストリームをですね UTF-8 で、放り込んでですね、そのままコンテンツタイプを UTF-8 にキャラクターセットして、アウトしてます。で先ほどのその、画面サンプル画面にございましたウェブサーバーアプリケーションというタイトルのウェブサーバーアプリケーションというボディをですねそのまま放り込むとですね出力されるようになりました。で不思議なことに、テンシャートルからですね、UTF-8 の出力はしないんですけど、入力はですね UTF-8 に対応するようになりまして、以前UTF-8 パーサーというのをですね、例えば、XE4 とか5とかその辺あたりはですね、パーサーを入れないと、リクエストでですね、UTF-8 を受け取っても文字化けしてたんですけども、今回はですね、テンシアトルでは、UTF-8 パーサーっていうのをですねヘッダーに掘り込まなくても、UTF-8 が対応されるようになっております。でですね、ウェブブローカーを、そのまま JSON 出力するなんですけども、まあ、先ほどの UTF-8 の出力方法と同じでですね、JSON を出力する、まあ、UTF-8 なので、まあ、jQuery で取り込むことができます。でクライアントデータセット僕はあんまり使わないんですけど、多分こんな使い方じゃないよとかって言われるかもしれないんですけども、ちょっと、クライアントデータセットをですね、まあ、100件ほどテストっていうデータを作ってみました。でそれでですね、クライアントデータセット、まあ、1クライアントデータセットに対して、まあ、TJSON オブジェクトに、コピーしてですねで、まあ、ループさせて出力さすという形で、まあ、こんな感じで、UTF-8 で出力することができます。またこう同じ感じなんですけども、最初の出力は、ストリングストリームを使っております。他に多分方法はあるかもしれないんですけども、ちょっと僕の方でちょっと分からなかったっていう部分があるので、今回は、ストリングストリームを使って、UTF-8 で出力するっていう仕組みです。で、これによってですね、まあ、jQuery との親和性といいますか、jQuery が、やっぱ UTF に対応しているので、そのまま利用できるっていう形です。で、まあ、JSON から、データを jQuery で呼び出す方法なんですけども、これもどこでもというかウェブで調べたらいくらでも出てくるんですけど、Delphi で作成した JSON のデータを jQuery から、呼び出して表示させてます。でですね、まあ、クロスドメインなので、AJAX の方でですね、JSON を使う場合にですね、セットカスタムヘッダーというのでですね、なんかこういうなんかお作法みたいなのを書いてあげないと、JSON から、JSON じゃない jQuery のその AJAX から読まないっていうのがございました。でそこで、このコードこのお作法を使ってですねできるようになりました。で jQuery 自体すごいまあ、簡単に JavaScript でコントロールできるようなことになってまして、で、まあ、今回ページイニットっていうですね、ドキュメントのところにですね、ラムダじゃないわ、無名メソッドでですねファンクションを呼び出して、そこからですねAJAX を呼び出してます。で、まあ、ポスト、タイプがポストで、URL がこれで、で、まあ、JSON って書くとデータに、
成功の場合にこのファンクション無名メソッドが呼び出されて、でそこからですね JSON で1行ずつ、まあ、書いていきますよみたいな感じです。で実際にちょっとやろうかなと思ってまして、今回スタンドアローンの方で、しようと思います。実際にスタンドアローンを立てた時にですね、ウェブモジュールっていうのとですね、もう一個まあ、データモジュールみたいなやつが出来上がるんです。で、まあ、データモジュール、あ、データモジュールじゃない、フォームですね。フォームみたいな形のものがスタンドアローンの方で出来上がりまして、でこれ自体は実際には実行されなくてですね、実際にまあ、ウェブといいますか、インターネットエクスプローラーないし、そのブラウザーからですね、呼び出されるものに関してはその、ウェブモジュールっていうこの データモジュールみたいなやつを、使います。これは違う、すいません、ちょっと、これですね、クライアントデータセットが1個だけ置いております。でですね、先ほど書いたコードと全く同じ感じです。ちょっと実行してみます。で起動しましてからですね、ブラウザを開くとしますと、先ほどの、書いたその JSON がですね、でクライアントデータセットの中に入ってる、データを JSON にコンバートといいますか、書き換えて出力させております。でですね、それをですね、先ほどのコードと同じような感じで、まあ、jQuery を使ってですね、AJAX で、このローカルのデータを問い合わせに行って、表示させて、リスト表示させてます。っていう形で、クーポンのコントロールに関してはそういうふうなやり方をしました。で、JSON にもいろんな方法がございまして、JSON、クロスドメインの場合にですね、JSONP を使った方がいいという情報もございまして、JSONP って何なのかなとちょっと調べてみたんですけども、単純にAJAX のですね、メソッドを呼ぶとき、JavaScript の、jQuery のメソッドを呼ぶときにですね、JSONP っていう文字列を指定すれば、で JSONP のデータが取得できるみたいです。でデータを渡すときにですね、JSON をそのまま生で送るんじゃなしに関数でくくってやるといいみたいです。で、先ほどの、JSON ストーリー、JSON のアウトにですね toString っていう出力を入れて、それを例えば、ホゲっていう関数に放り込むと、これだけでですね、Delphi ではこれだけの処理で済みます。これで、クロスドメインの対応された JSON を呼び出すことができます。そうですね、その jQuery と、Delphi を使って、JSON を使って、クーポンの管理画面を作りました。で印刷する方法もですね、同じく、まあ、Delphi で作ることにいたしました。
でですね、今回シアトルから、ビーソンが使えるということなので、ちょっと試しにやってみました。ビーソンって先ほど伊賀さんがすごい説明されてたんであれなんですけど、モンゴデビーで使われてるらしくて、僕もあんまりよくわからなかったんですけども、わからないなりにちょっと、ビーソンを、ウェブブローカーから出力できるかなと思ってちょっと試してみました。で実際に出力したものが、JSON を一旦ストリングで取り込んでからそれをビーソンに変えるという方法を使いました。でユーズの中にですね、JSON の BSON っていうのがあるのでそれを追加するだけです。で書いたコードがですね、こんな感じで、BSON ライターで、コピーするだけなんですけども、ここの、TJSON ストリングリーダーっていうのは実はなくてですね、 TJSON テキストリーダーっていうのが、実際には実装されてるんですけども、今回ですね、いろいろサンプル、シアトルのサンプルを中を見てますと、この JSON ストリングリーダーっていうのがあったのでそれを、使い回しいたしました。そうすることによってすごい簡単に JSON のアウトの2ストリングからですね、BSON に変えて出力することができました。でそれをですね確認を取らないといけないので、TNET HTTP クライアントっていうので受信をしまして、こんな感じで、またこう同じような感じなんですけど、JSON ストリングライターっていうのがございまして、これもテキストライターなんですけども、これにですね、することによって簡単に、JSON の、BSON を JSON で受信することができました。で見た感じはこんな感じで、先ほどの出力を一旦バイナリーとか BSON バイナリーの用の JSON に変えたやつを BSON でネット HTTP クライアントで受けて解釈して出力させたのがこのフォームです。でボタンが1個あるのとメモがあって、メモの中に BSON で取り込んだものをコンバー、書き換えて出力させています。でですね、ちょっと時間がなくなってきた。ウェブブローカーの、ファイアモンキーの理由なんですけども、出力がですね、印刷用なので、TPass とかが使えてですね、多角形が使えるのとですね、あと投下用の、PNG が結構簡単に作れちゃいます。でグラデーションが使えるというのがすごい大きいですね。で、ローテーション、方向を変えたりとか、アングルを変えたりとかというのが楽に行えます。で、FireMonkey にはそのたくさんの、メリットがあったんですね。で、5種類のアプリケーションが作れ、FireMonkey には5種類のアプリケーションが使えてですね、スタンダーローンで言ったらスタンダーローンであったりとか、ちょっと見えないんであれですけども、それにプラスして、VCL アプリケーションと FireMonkey アプリケーションが作れます。で FireMonkey になるとですね、コンポーネントが、こんな感じで、FMX 用のコンポーネントがつらつらつらっとその、ウェブモジュールの画面を見るとですね、ツールパレットから出てくるきます。でちょっと三角形の投下用の PNG ファイルを作ってみました。で、コードをガリガリ書いてるんですけども、コードをですね出力させますとこんな感じで、ウェブブローカーから PNG が出力されます。グラデーションも使えてですね、投下がかかってるのですごいですね、使いやすいと言いますか、あとその印刷するときに処理がすごいしやすいです。で投下ジフなのかどうかっていうのをちょっと、編集ソフトで、画像用の編集ソフトで確認しますと、やっぱりきっちりPNG の投下で出力がされておりました。でこれって T ビットマップをそのまま出力、ストリーム型で出力してるだけなんですけども、きっちり出ております。で
Tキャンパスにガリガリ書けば全然、問題ないんですけども、結構あのうちの、弊社の場合ですね、緊急の場合とかですね結構多くてですね、でフォームに書いたものがそっくりそのまま出力されたら全然楽なのになと思っていろいろテストしてたら、見つけたんです。でで、ウェブブローカーのフォームにですね、マルチデバイスフォームっていうのを追加をしましたら普通にフォーム2が作られます。でフォーム2にですねそのままあの、レクタングルであったりとかボタンであったりとかラウンドレクトであったりとかっていうのをですねペタ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 貼っつけてですね、そのまま出力させたら、そのままですね、セーブトゥストリームでですね、また同じようにセンドレスポンスを返せばですね、フォームに書いたままのものが出てきちゃったんです。でこれはちょっと使えるなと思ってですね、僕の方でですね、何かあるごとにこの方法を利用するようになりました。で ID のデザインと全く同じなので、ID 側である程度その作ってしまってですね、あとその確認作業をですね、本社といいますか、デスク上で話をしながらこうもうちょっと右とかもう一度と左とかっていうのをですね、調整しながらですね、できますのですごい時間短縮になりました。で実際にあのそのまま出力されたデータに関してもデータは、同じような形で、PNG で透過型で出力されます。これはすごいあのいいなと思ってですね、実は昨日もですね、昨日も優待券で別で急ぎの仕事があってですね、優待券の、端っこにハンコをしたいとかっていうのがあってですね、この方法であの、ものの30分経たない間にですねシステムが出来上がってしまったという感じです。で、ちょっと最後になったんですけども、ちょっとバーコードの方もですね、実は、デコさんのですねバーコードパスっていうのがですねそのまま、FireMonkey で使えました。でこれはな、コードはですね、ドロードラインで書いてる部分をですね FireMonkey に書き換えただけなんです。でこれで作れたので、これをですね全く同じような仕組みでですね、バーコードパスをそのまま、ウェブブローカーで出力してやったらですねそのままバーコードが、出力できました。でこの方法で、現在の、優待券の、システムの、出力用のバーコードは生成されております。こんな感じですね、はい。で最後になりましたけどまとめなんですけども、なぜウェブなのかっていうのが、先ほど申し上げたような感じでその、実行ファイルを店舗にですね、むやみに配布できないっていうのがございます。であとですねフォーム、もう一点がですねフォームをですねそのままフォームのイメージのままで、書くことによってですねすごいあの時間短縮といいますか打ち合わせも短縮できますし、あのコードを書いて、例えばテスト用のサーバーに上げてそこから確認していただくっていう作業が全くいらなくなるので、その点ですごいメリットがあったと思っております。ということで、私の方は、以上のような感じになります。ご清聴ありがとうございました。